おいしい、うん、さて皆様ご注目ください。のび太くん、静香ちゃん、ご結婚おめでとうございます。よかったですね、本当によかったと思います。のび太くんの特技っていうのを何か考えたんですけども、やっぱりちょっと世界で一番0点を取る人だと思うんですよ。あんなに0点を取れる人っていうのはちょっといないんで、それはすごい才能だと思います。おそらく、お二人の間にもし子供がいたら、多分0点を取る才能を引き継いでるんだと思いますけど、静香ちゃんお母さんになっても、のび太くんのお母さんのようにあんなに怒らないでやってほしいなと、私からお願いしておきたいと思います。本当におめでとうございます。末永くお幸せに。スタンドバイミードラえもん2。